せーの、くま。あら、かわいらしい天ちゃんは何それ、どうしたの。花くん、炎が好きなクマにしました。かわいい、かわいい。田村のためにということでございました、はい、そして小学生の田村は毎日怖い話をしながら下校していたそうで、怖い話が大好きで、うん、なんか本当に毎日してました。でもそんなに毎日やってんならもうめちゃくちゃ怖い話も持ってるってことだよね。聞きたいわ。いける今、はい、覚えてるやつ。おー、聞きたい、はい、ということで田村による怖い話をお聞きください。それではお願いします、はい、あの、あるところに笑っちゃってんじゃん、クマさんじゃない、間違えちゃった、ある日でしょ、森の中でしょ、入りが難しくて、はい、カップルがすごい夜に森の中をドライブしてたんですよ。2人でデートしてて、まあ、すっごい暗くて男の人が運転してて女の人が隣の助手席に座ってたんですね。でそれで、まあ、絶対誰もいない、本当に誰もいないだろうっていうところ、まあ、森の中だったので2人でドライブしてたらなんか、あ、女の人が立ってたんですよ。でそれで何ですか、で女の人が一回止めますね、ちょっと待ってまずちょっと竹本と森田が笑いすぎな、ずっと下向いて笑ってんのよ。今んとこうまくいってたでしょ。今んとこうまくいってました。その的にはね、竹本なんで笑ってた、なんかあんなところにみたいな、ちょっとなんか変な感じなのにカメラワークがめっちゃちゃんとしてる確かにね、稲川淳二さんが喋ってるぐらいの感じでカメラワークしてるけどね、喋りに重厚感がないと。そう、喋りポップなんだもん。カメラワークいける、大丈夫ね、はい、見てよよ。あるカップルが森の中を2人でドライブしてたんですよ、うん、でそれで男の彼氏がドライブ運転、男の彼氏は彼氏が、うん、あの運転してて彼女が助手席に座ってたんですね、うん、でそれであの女の人が今森の中でいるわけないっていうところで女の人が立ってて、でこんなところって何してるんですかって聞いてみたんですよ、降りて心配したから。でそしたら遭難したんですって言ってて、あ、そうなんだと思って、じゃあ一緒に帰りましょう、遭難したから遭難だと思ったの、遭難したから遭難だって、もう自分だよ、自分だよ、ダメ、そんな事故の入れちゃダメだよ、この話してる時に赤くなっちゃった、またほらその後も笑いが止まらなかったので強制終了とさせていただきます。